三木松平家は三河国壁海軍三木号発祥の松平氏の所流。徳川家康の王子にあたる松平の部が子祖とされ、十八松平の一つとされる。着流は江戸開幕以前に断絶し、関西十州所家府編さ時点では、初屋に矢が旗本として存続している。家康から見て最も新しく、松平宗家から分かれた家であり、関西府では、 最初に家父が掲げられている。徳川家康の曽祖,祖父にあたる松平信忠は、家督を清康に譲る際、次男の信忠に会期を、三男の安孝に三木の地を分与した。天文四年、松平信忠が、松平広忠を岡崎から追ったが、信忠は、大久保忠としらと共に広忠の帰還を図り、天文六年五月一日に広忠は、岡崎への帰城に成功した。 信孝は広忠に重く用いられたが、心をおごって増長し、松平親町や弟の安孝の医療を横領した。三木松平という仮名は信孝が三木に従したことによるとされるが、この土地は弟から横領した土地ということになる。天文十六年正月、信孝が今川家に年始の使者として派遣されている留守中に妻子や家臣が岡崎から追放された。 関政府は、岡崎の老身党が信孝の増長を警戒し、第二の信貞となる器具を広忠に告げたという事情を、載せる。信孝は、今川義元に朝廷を要請したが、広忠や、岡崎の老身党との関係修復は実現せず、上和田城主、松平忠志林に組みして、織田信秀に通じ、広忠から離反した。信孝は、三木城及び、 岡城を拠点として、岡崎の広忠と戦い、天文17年4月に菅小河原で戦死した。信孝の子、松平重忠は家康に仕えて、大番頭を務め、慶長5年知し、慶長6年12月2日に死去。しかし、重忠の後を継いだこの松平忠清も、同年12月22日に死去した。中世には死死がなかったため、 三木松平の本家は絶景とされる。中世の弟、松平忠利氏は、これより先に、父の治療から五百国を分与されて別家している。しかし、慶長14年に、伏見常番中の落ち度を咎められて改役された。その後忠利氏は、大阪の陣に、井いな隆に属して参加し、玉造く口で先行を挙げたという。 繁栄9年7月17日に、社が行われた際に、忠利も幕府に召し返され、後に、大番に列して、倉3三百票を休された。忠利の子孫は、与十郎、黒江門などを通称として受け継ぎ、おおむね大番に列した。忠利の孫にあたる松平忠義はご昭南度などを、勤めた後、大番に列し、下嘘国内で、治行500国を与えられた。 関西府編纂寺の当主は、松平忠史式で、五章難度、五古章を務め、関西九年に、十五一田安房主に除せられている。家紋は、関英書家系図伝では、沢方とされているが、関西府では、丸につた、鬼づたとしている。このほか、松平忠義の弟の忠政が別家を建てている。この家は二百票取りで歴代が、大番に列しており、 関西部編参事の当主は松平忠久。家門は丸に鬼沙汰、供養、53切り。ありがとうございます。